に率いられ芭蕉らは成都へと向かった。そこでついに劉備徳川家康との、その時計ったように妖魔の大軍が成都を包囲する。一人の人間も逃さぬように、かつての成都は妖者の襲撃を受け滅んだ。しかしその時曹操の援軍はなかったのである。妖者の出現は不可避の定めだった。しかし人の滅亡は避けられる未来である。今こそそれを証明す。曹操殿に援軍をいただいた直後に妖魔の包囲を受けるとは、我らの動き読まれていたと。うん、妖者の一体が迫っていると。八潮織を持たぬ我らでは妖者にこうしえぬ。何、劉備殿と曹操殿二人の大役、妖魔がいかに包囲を図ろうと我らを阻めるものでは。ええ、その通りです。私にお任せください。陣と歯を継ぎ希望への道を描いてみせましょう。暗雲島が義の矢、妖者襲来までの時間は多くはあるまい、急ぎ進むとしよう。劉備殿と民には中央を進んでいただきます。家康殿と曹操殿は南と北を進んでください。民の安全を確保するため敵の注意を引いていただきたいです。よし行こう。妖魔を知り解け、民を安全に逃がすのだ。おお、助かった。これで策を実行できる。おお、妖魔が群れて生徒を襲っておるわ。助けに生徒をわしのものにしてやろう。かの砦を放置しては危険です。早急に制圧してください。俺にお任せを。冷める戦ぶり、やはり伏兵が潜んでいましたか。こいつらの相手は
近づけるな。トータク様のご命令だ。奴らを蹴散らすぞ。敵の援軍ですか。北の道を越せ、攻撃の危険があります。援護が必要でしょう。妖魔が近くにいるか。民のため、危険は犯せぬな。なんだか知らんが、再び世が乱れ始めたな。わしの夢、主人に肉林を叶える好機よ。何をする、離さんか。あなたを放置しては後の禍根となります。おとなしくしていただきましょう。素晴らしいご活躍です。ここまで来ればもう大丈夫だろう。皆が揃うのを待って脱出しよう。どうにかたどり着けた。皆の足並みが揃ったら脱出いたそう。曹操殿が再び手を結んだ。皆が一致団結して妖者に対抗しとる。誇ってえぞ馬長。これがお前が貫いた正義じゃ。いや、俺一人の功績ではない。秀吉殿が皆が支えてくれたからだ。故に俺は誇ろう。共に戦ってきた仲間たちを。宝瀬、今です。安心の味方でよかったわ。中を忘れたわけではない。お前が敵に回ることがあれば迷いなく撃つ。うん、それでよ。人の子らよ、歩みを止めよう。我らではあの妖者に太刀打ちできん。妖者討滅の戦は彼に任せて控えおれ。そうはいきませんな。未来より時を超えた我らを盗んだ者が、彼らの思いに応えるためには我らは己が手で未来を勝ち取る。なれば力
ずかで止めるのみ。この関雲長、真の三国無双なり。目を見張るばかりの戦ぶり。我らは一人ではないからだ。どれほど重きにも助け合い支え合うことができるのです。我らを信じ、幼者討伐の戦お任せくださった。人の力は見誤った。今まだよ、まだ足りぬ。機は出したようだな。では小田原城へ向かうとするか。幼者討伐の戦を始めるためにな。佐野は我らは自らの手で未来を開いてみせます。義を貫き進むのみ。あれか、幼者。このように離れた場所からですね、生徒が蹂躙される。復興までには長い時がかかりましょう。です、彼らの命を休んじられたのですから、この戦我佐野殿の介入があったものの、これで小田原城に五郎冠、大阪城に向かった者らも小田原に集い始め、人と幼者の総力戦が